今度は政治刷新本部のメンバーにも裏金疑惑ポン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 ポ,ンポクニャンまあそれにしてもねまあ今日はその安倍派の五人衆が立 県見送りっていうね。まあ、東京地検特捜部がですね。まあ、そういう、まあ、判断を検討しているということがね。やっぱりネットでもですね。やっぱり批判の声が大きいと。泉ふ保さ,さんとかね。他いろんな方が、まあ、おかしいなと。小沢一郎さんとかね。まあ、いろんな、えー、ツイッターになんか書いてたのがまた話題になってるっていうのもあるんですけども。まあ、それもね、全く納得できませんけども。 でそれで、さらにですね今日はあのまあ注目のニュースっていうのが、ですねやっぱり自民党のこの岸田首相が立ち上げた政治刷新本部っていうんですかね、これだってその自民党の派閥のえ裏金問題、キックバックの問題、これ安倍派の問題とかね、これも全部の派閥がやってたということで、岸田さんの宏池会だってやってたと。 ま、いうことで、あのー、まあ、それで、えー、政治刷新をしようということで、まあ、岸田首相が、なんか強い決意のもとね、この本部を立ち上げたということなんですけども、まあ、今朝のね、朝日新聞にもですね、まあ、報道、まあさ、朝日新聞スクープですかね、えー、この安倍派のですね、この政治刷新本部には、えー、全員で38人のメンバーがいてるんですけどそのうち10人、 まあ、四分の一がですね、安倍派なんですよね。まあ、これだっておかしいなと思うんですけど、まあ、最もこの東京地検特捜部が捜査してたですね、安倍派の人たちがこの政治刷新本部のね、あの、38人のうち10人いると。 いうのもおかしいなと思うんですけども、今日の朝日の、えー、今朝のスクープではですね、その10人のうち9人が、えー、裏金、ね、キックバックですよね、受けてたという疑惑があるという報道が、えー、朝日がしたんですよね。まあ、それを受けて、まあ、共同通信とかも他もバーッと今も、えー、いろんな TBS とかもね、まあ、いろいろ報道してるということ、毎日新聞とかも報道してるということもあって、 でまあ、これもね、まあ、ほんまにとんでもないですよっていうね、あのこんだけ東京地検特捜部が政治とカネで捜査して動いてて、ですねそれで岸田首相が、えー、政治刷新せなあかんということで立ち上げた政治刷新本部なのね、自民党のね、それがあの裏金を受けてた人たちのメンバー、安倍派10人のうち9人がね入ってると。 じゃほんま、なめてんのかなっていうね。いや、そんな人たちに政治刷新任せてね。あの、まともな、あの、答えが出てきますかっていう、あの、疑問っていうのは誰でも思うわけですねこれ聞いたらね。で、まあ、それについて、今日午後ですね、岸田首相に、まあ、各社、ね、報道ですかね、えー、質問したと。 この朝,あの朝日のスクープを受けてですね、安倍派の9人が裏金の疑惑があるというふうに伝えているということについて、岸田首相に、えー、報道陣がですね、取材、 して質問したら、ですね、まあ、それについて岸田首相は、ですね、えー、特定の人間を排除するというような排除の論理は適切ではないと語って、引き続きメンバーとして議論に参加させる考えを示したというふうに、まあ、答えたというふうに、これ、朝日に載ってるんですけども、いやいや、おかしいやろいうね、あの本、ー、当なんか、それがね、何な,なのかなっていうね、まあそのなんていうんですかね、えー 去年、東京地検特捜部のね、まあ、任意調子とかが始まる、前にで、だったんじゃないですかね。あの、西村経済産業大臣とか、まあ、あるいは萩生田、ね、政調会長です、ね、ちょっと忘れましたけども、まあ、安倍派の主要なね、安倍派五人衆と言われる人たちの、まあ、首を全員切ったんですよね、役職をね。それと、僕はね、いや、ほんで、 なんて矛盾しませんかっていうふうに僕なんか思いましたけどもね。うんこのメンバーにその疑惑のある人たちを入れてそのまま参加させるっていうのはね。 まあ、信頼回復にもね、僕は繋がらないと思うんですけども、いや、おかしいなっていうことが、本当に、まあ、岸田、え、首相もですね、まあ、言うたらね、本当にやる気があんのかなと、まあ、小泉慎次郎さんとかね、菅義偉さん、え、菅義偉前首相ですね、岸田さんの前にやってた総理大の菅さんとか無派閥なので、まあ、派閥自体を、 やめればいいと、小泉さん小泉進次郎さんも言ってたんじゃないですかね、うん。っていう人がいるかと思えば、ですね、まあ、結局は38人のうち、ね、10人が安倍派を占めてると、でうち9人が裏金、ね、疑惑がある、そういうのを抱えたままですね参加してるっていうね。そ、うん、そんなな、ね、まともなねその答えが 出るわけないと見るのが僕は普通やと思うんですよね。で、まあこの安倍派ではですね、まの、あ、うし喋ったんですけども、エッフェル姉さんことですね、松川るいさんも入ってるということでね、でその松川さんは昨日昨日でしたっけね、おと日いですかね、11日の。 この刷新ホームの初会合にはですね、まあ、欠席してたと、それはもうイギリスに家族旅行かなんかで行ってたということでね、でもそれは松川さんがその、まあ、メンバーが決まったのがその家族旅行のスケジュールの後とかなんとかというふうになんか自民党関係者が言ってたみたいですけども、いや松川さんもまあどうかなと思うんですけど、やっぱそういう人をそのメンバーに入れた岸田。 首相の責任っていうのは大きいですね。刷新本部の本部長なわけですからね。ほんまなんか納得できないことがね。まああるなと。んでまあ今日なんかはですね、まあその東京地検特捜部が安倍派五人衆の、まあ、立憲を見送り、えー、検討してるという報道が出てね。まあまあこれもネットでわーっとなんでやみたいなね。 あの虚悪を放置していいのかみたいな、まあ、意見がもうネットにわーっと出てますよと、うんだからこの何百て東京地検特捜部もですねあの、まあ、立件しないということですから、岸田さんもですねこう強気になってね、この刷新本部のメンバーに裏金疑惑のある安倍派の、ね、9人がいても、買えないのかなっていうね。 そういうふうにも僕は思いでし,しまいません。なんか開き直ってんのかな、みたいなね。そういうことうから言ってもね、やっぱりなんとかせなあね。僕はダメだと思いますけどもね、ほんまに。うーん まあほんま、今年はね、まあまあ選挙があるかもしれないっていうことね、まあ何やかいうても岸田さんの体力っていうのはね、まあ内閣支持率も2割台、1割台とかっていうの出てるんで、でまあこういうね、まああの安倍派5人衆の立憲 見送りとか、あるいはこの今日の刷新本部メンバーに、安倍派にまたね、この裏金、ね、疑惑が出てるという報道を受けて、ですねまあ、これでね、僕は支持率が上がると思いませんしね、内閣支持率がね、うん、でまあ、そうなると、やっぱりあの岸田さんを変えようというね、まあ、世論も高まってきて、こ、ま、と、あ 今年はですね、もう岸田さんは、まあ、国会終わったかね、ある,あるいは秋にでも、えー、辞任して、新しい総理大臣のもとで、ね、解散・総選挙されるのかなというふうにも言われてるわけですよね。まあそういうことは言っても、ね、こ、まあ、今年は選挙のある可能性がまあ高いというふうにまあ見られてると、岸田さんも。 え、なんやかよっては持たいないと。信頼回復どころじゃないですよね。まあ、さらにこう、もう信頼をですね、まあ、落としてるというか、えー、もう全然ダメだなっていうふうにね、まあ、思いますけどもね。うん、まあ、ほんで、なんか他にはね、やっぱ今日なんか、京都市長選絡みでですね、えー、京都党の あの、当時やった方すね、元市議の村山さんという方もなんか記者会見して、ね、村山さんという方も、架空パーティーをね、この自民党のこの政治資金の、えー、パーティーのね、問題と同じようなね、あの、人来てないのにお金だけもらってたと。それが、ま、寄付行為に当たるということで、問題なんちゃうかというふうなことで、まあ、維新だったりですね、えー えー、国民民衆ほんで、あと前原新党も、えー、推薦をあの取りやめたと、で今日は京都党も推薦を取りやめたんですかね、村山さんがいてたね、んで今日村山さんは出馬取りやめすんのかなと思ったら、いや、妻にも止められましたと、えー、で私も出馬やめようと思ってたんですけど、みたいなことでやめるのかなと思ったら、いや、それでも出ますっていうね、なんじゃそりゃっていうね。あの 図 <laughs> こってなるようなことを、今日の会見で言ってはってね、うんいやでもそういう人が、まあ、こんな、そういうね、釈明っていうか、そういう会見で、やっぱり出ますと、いろいろ問題あっても出ますとかっていうのも、 やっぱりね、東京地検特捜部もね、ここで立件できないから見送るっていうね、ことを、こういう報道が出たりとか、岸田さんだってね、このやかれと疑惑の人を入れたまんま刷新本部だとか言ってるから、そういう人もね出てくんのかなっていうふうにね、僕なんか思いましたけども、たださすがにね、そんな、 あの京都市長選のは維新とか、えー、国民民主、京都党すらも推薦やめるっていうことでね。まあそこはそこでね。まあ、あの、吉村チームね、まあ、コンプラがどうとかって言ってましたけども、まあただ維新だってそんなこと言えるかっていうぐらい不祥事が多いわけですよね。去年だけでもいろんな問題があったと。 いや、僕はまあいろんなね、まあ維新も、まあ自民もひっくるめて、僕は政治不信の原因をね、僕は作ってるような、まあ感じしかしないんですけども、やっぱそこをね、やっぱ有権者がきちんとね、なんか見てほしいなと、なんか諦めとかじゃなくてね、立憲見送りとか、なんかこんな政治刷新本部もね、まあ結局はなんか派閥も残してね、今まで通りかな、みたいな形でね、終わりそうな感じすると、 でこれ、30年前にもリクルート事件の時にもですね、やっぱりその、まあこの、なんていうか、政治不信を起こすような、政治と金の問題が起こったと、まあ、いうことで、まあ、変えようって言ってたのに、まあ、いろんな抜け道があって、まあ、今回の,あの自民党の裏金問題にもつながってるということでね、だからまあ30年かかっても、 利用できないっていうのが今の与党かなと、ね、それにまあ加担するような形でね、まあ、維新とかまあ国民民主だって、与党のね、まあまあ、与党と一緒になっていろいろ進めていこうというわけですから、もかもか信用っていうところから言っても、僕はどうなんかなっていうね、ていうしか思いませんけども、まあ、京都市長選のい、ね、ろんな問題とか見ててもね。 だからそういうところでね、やっぱりいろいろ有権者がきちんと考えてね、こ、まあ、今年は選挙ある、まあ、可能性がかなりありますんでね、えーまあ、なんかこう、なんか絶望というかね、絶望せずに、諦めずに、まあ、見ていってほしいかなというの思いましたけどもねチャンネル登録よろしくね。